2022年に入り、日英での軍事共同開発は加速しています。過去日英同盟時は、世界でも最強の軍隊を西と東で分けていました。今回は、現在に至る日英共同開発同盟を過去を振り返りながら詳しく見ていきます。日本も F3 開発、イギリスもテンペスト計画など次世代戦闘機への開発が加速しています。中国やロシアの戦闘機はどこへ向かうのでしょうか。現在はミサイル攻撃へと世界がシフトしつつある中、戦闘機がどれだけの防衛力を担うのかも大切になりますね。最新鋭ステルス戦闘機で極秘偵察任務など多岐にわたる戦闘機が早く完成することを願っています。防衛協力に関して、現在、日本政府と準同盟国と位置付されるイギリスが緊密な協力へと変化している。2020年9月30日に発表された2021年度防衛予算の概算要求の中でも、日英関係の進化しているのが手に取るようにわかる。はじめに、日英共同研究の空対空ミサイルの試作費に12億円が計上されたこと。2021年度の継続事業として、防衛省は、戦闘機用の新たな中距離空対空ミサイル、AAM に関連する日英共同研究費用に12億円を充てると予算要求を行った。要求した予算の内容については、新型ミサイルの研究用試作品を作るための費用と防衛省は説明した。この新型ミサイルというのは、英語では、ジェイナム、ジョイント、ニュー、エアートゥエアー、ミサイルと呼ばれる。日本語に直訳すれば、共同による新たな空対空ミサイルだが、自衛隊内では、ジェイナムと呼称している。日本とイギリスが共同研究を進める戦闘機用の新たな空対空ミサイルの想定図では、この日英共同研究、ジェイナムプロジェクトは、日本政府が2014年4月に閣議決定した防衛装備品の輸出や国際共同開発に関する新たな原則と呼ばれる防衛装備移転3原則に基づいて進められている。閣議決定が施行された2014年7月、日本政府は国家安全保障会議 NSC の閣僚会合を開き、迎撃ミサイル、ペトリオットに PAC にの部品をアメリカへ輸出させるとともに、F-35 戦闘機搭載のミサイル技術の提供をめぐる日英共同研究の認可が下りた。日本の武器輸出や関連技術の海外移転を原則として禁じてきた長年の禁輸政策から一転し、防衛装備移転3原則の下で初めてとなる2つの事例を決行することになる。現時点においても未だこの2事例しか承認されていないが、これからは少しずつ増えていくことも予想される。対空ミサイル、ジェイナムは、2018年度から、すでに、研究施策の段階に入っている。研究については、2022年度には終了する見込みだと言われている。研究所内で行った試験を踏まえて、現行の、ジェイナムをめぐる、日英共同研究プロジェクトは、2023年度に完了するという見積もりである。日本とイギリスの両国は、その後、ミサイルの性能評価などを実施し、量産の可否についても判断するとみられる。ジェイナムは、M、B、D、A 社が、主契約企業となった、アクティブレーダー誘導の視海外射程空対空ミサイル、ブブラーム、ミーティアに、三菱電機の、シーカーと呼ばれるレーダーを組み合わせてできている。この小型で高性能の電波シーカー技術は三菱電機が99式空対空誘導弾 AAM-4B 向けに開発したものである。
戦闘機用空対空ミサイルの日英共同研究で開発されたミーティアは、イギリスを中心に、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、スウェーデンの6カ国によって生み出されたものだ。日本もイギリスも、自衛、ラムを F-35 戦闘機に搭載することが見込まれている。日英共同研究に41億円投資した高機能レーダー技術を侮ってはいけない。日本とイギリスの防衛協力は、自衛ラムだけではないということをご存知だろうか。2021年度からは、戦闘機用の高機能レーダー技術についての日英共同研究を新規事業として開始する方針になっている。防衛省が、このために、研究費用として、41億円の予算を要求したことに関しては、何の言及もない。日英共同研究中の高機能レーダー技術について、防衛省は、概算要求の資料の中で、戦闘機等において、常時の広幅域捜索を可能とするため、将来の高機能レーダーに関わる技術と説明しているが、その将来技術に関しては計り知れないものだ。高機能レーダー技術の研究が世界中から注目されているのは、この技術研究が、概算要求資料の中で、次期戦闘機に関わる予算要求項目の一つとして記述されているからである。そんな理由から、この高機能レーダー技術が、航空自衛隊 F2 戦闘機の後継と言われている次期戦闘機と、イギリスの次期戦闘機、テンペストに用いられるのではないかとの見方が強い。このような観点から、防衛省担当者は、この技術研究は、レーダー能力の向上を見据えたもので、実際次期戦闘機に採用するかは、将来の動向を踏まえて、適切に判断すると述べた。まだ名前も決まっていない次期戦闘機については、現行の中期防衛力整備計画にも記されているが、国際協力を視野に入れて、我が国主導の開発を進めることになっている。また、防衛省は、アメリカ軍とのインターオペラビリティと呼ばれる相互運用性を重要視する一方で、イギリスとの国際協力を狙っているのだ。次期戦闘機に関わる日英協議状況に関して、イギリス政府は、現行の主力戦闘機、ユーロファイタータイフーンの後継機として、名高い、テンペストを2035年までに実戦配備させようと、20億ポンド、約2700億円、投じて調査研究を始動させている。この、テンペストというのは、無人機、UAV 軍との連携計画を含む、イギリスの FCAS の中核をなす機体のことである。その開発を担う、豪華なチームテンペストは、イギリス空軍、RAF の緊急能力局、RCO、BAE システムズ、航空システム担当、ロールス・ロイス、エンジン、MBDA、ミサイル、イタリアのレオナルド、センサーと通信ネットワーク、イギリスのセキュアクラウド、ICT システムなどで構成されている組織である。2020年7月20日付の英軍事週刊誌、ジェーンズ・ディフェンス・ウィークリー、JDW の記事によると、2019年7月に、すでに、テンペスト開発で、覚書を交わしているスウェーデンは、イギリスの FCAS での協力関係を強化しているものの、テンペスト計画への全面的な参加を約束していないと公表している。その理由としては、一同国のサーブグリペン戦闘機のさらなる開発向上、イギリスとイタリア両国とともに、テンペスト計画へのフル参加。3、別の、国際開発4、新たな国産戦闘機開発などの4つの選択肢を、スウェーデンが、次期戦闘機をめぐって有しているからだと、JDW の記事は指摘した。イギリスの次期戦闘機の開発スケジュールが、日本の F2 後継機と類似しており、日英の連携が、
視野に入っていることが伺える。2020年10月15日には、チームテンペストを主導する BAE システムズが、2026年から2050年にかけて、都市平均2万人の雇用を確保し、同時期に、少なくとも、253億ポンド、約3兆4千億円の経済効果をイギリスにもたらすとの試算を示している。こういった経済の動きも含め、テンペスト開発計画の動向については、日本にとっても目が離せないものとなっている。